小学校6年生英語です。テキスト32ページ使ってですね、今日も新しいお話一つ紹介いたします。基本文としてはこいつです。はい。Who is this boy? Who is this boy? はい。Who なんていう風に読みますね。はい。そしてね、この Who にはね、どんな意味があるかっていうと、誰という意味があるんですね。はい。誰。はい。ですから、誰ですかなんていうことで、人を尋ねるときに使う疑問文。こんなときに使う言葉、この Who という言葉なんですね。Who is this boy? はい、そして、boy は少年、男の子を知ってますね。はい、で、this っていう言葉。this ってさ、これは何々ですとか、あれは何々ですとかやってた時の、this is 何々、that is 何々でやった時の this ですよね。だから、これは、なんていうようなところなんですが、今回はちょっとまた違った使い方で、この this とかまたは that の後に、名詞といってね、こういったものの名前とかを持ってきた時は、はい、例えば this boy とかっていうこの一つのまとまりで、このっていう意味なので、これはじゃなくて、この、はい、ですからこの男の子、この少年という意味で、who is this boy? この男の子は誰ですかというふうに、はい、なったんですということなんですね。はい、who is this boy? これクエスチョンマークがついた方がいいのかな。はい、クエスチョンマークね。はい、who is this boy? ね。そして、この男の子は誰ですかということになりました。はい、そして聞かれたわけですから答えたいですね。はい、He is Ken. He is my brother. まあ、この He is っていうのはね、前回までやってきた話ですね。ある男の人を指して、彼は何々ですなんて言ったりするとき、この He is 何々なんていうふうに書いたわけですね。はい、ですからここも He is 何々ということですね。はい、Boy ということで、男の子、男だっていうのが確定ですので、He is 何々というふうに書いていった。ブラザーっていうのは兄とかまたは弟なんていう意味があったわけですね。はい、ですので、he is Ken. 彼は Ken です。はい、そして he is my brother. 彼は私の兄です。とかまたは弟です。とかいうことですけどもね。まあ、今回は設定としては兄、お兄さんだったわけですので、彼は私の兄ですね。なんていうふうに、はい、答えていったということでございました。さあ、そして、Who is this girl? ね、やはり同じですね。このボーイがガール、少女、女の子に変わっただけです。はい、ですから、Who is this girl? で、やはり、この女の子。はい、この女の子。ね、はい、this girl。ね、この女の子は誰ですか?聞いたんです。そしたら、今度は女の子ですので、女の人ですので、彼女は何々ですということで、she is 何々ですよね。はい、ですからまず名前を言ってあげた。she is 純子。おお、純子だよ。ね。はい、そして she is my friend。はい、フレンドっていうのは友達でしたね。はい、ですので、彼女は純子です。はい、彼女は my friend。私の友達です。なんていう風なことになったんだということでございました。てな具合に、今日は、who というね、言葉を使った疑問文。何々は誰ですかなんていうことでね、人を尋ねて聞いたりするときの言い方でございました。今回はもう一つ、this なんとかっていう使い方で紹介しました。that になれば、例えば that boy にすればね、ね、this でこの少年だったように、that boy としてあげれば、あの少年。that girl としてあげれば、あの女の子、あの少女。ね、というような言い方はできますね、それぞれね。はい、ということで、今までやってきた this is 何々の使い方じゃなくて、this boy とかね、that girl、this girl ね、こんなような使い方で、この何々、あの何々っていうのもプラスして紹介いたしました。ということでございました。はい、では本日こんなところでございます。では、また。